実家じゃないのに実家か、自分の田舎に戻ってきたか、令和なのに昭和の中頃か、みたいなのですね。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。愛媛県の愛南町というですね、僕が生まれ育った町の、観光親善大使というのになりましたっていうのが、前回前編ですね。で後半ちょっと、ここがいいよというところと、僕が帰った時はここ行ってますっていう、皆さんに観光の名所みたいなのの紹介ができればなと思ってます。今日の動画がですね、参考になって、旅行行ってくれるととっても嬉しいんですが、まあよかったら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook の方もやっております。よかったらフォローしてください。時々愛南町の情報も流してみたいなと思ってます。前編の方でお話しさせていただきましたけど、愛南町、東京からも、まあ、行ったらかなり遠いところですよという話をさせていただきましたが、そこ行ったら何があるの、なんちゃないと、なんちゃない愛南町っていうのをですね、僕の方から推してみたいなと思っているところですけども、魚は美味しいんですよ。イシダイとかクエとか釣れますし、もちろんそれを食べることができます。ハマチ、カンパチ、タイなんてね、養殖しているので、もうびっくりするぐらい新鮮なの食べれます。皆さん名前も聞いたことないと思うんですけど、ひらがなですよ。ビアビア、ビアビアガツオ、カツオです。同じ種類です。ビアビアガツオっていうのがあります。ビアビアは多分その新鮮度を表している言葉だと思うんです。僕は子供の時はなかったんですが、最近はそのビアビアガツオっていうのがあるんですね。これは皆さんが思ってるカツオとは違います。僕もびっくりしました。夕方4時以降に水揚げされたカツオを、その日の晩に食べるやつ。なんか魚もちょっと寝かした方がうまいとかですね、いろいろ言われてると思うんですけど、カツオってあんなにブヨブヨしてる魚やなかったんですねっていう。なんか叩きん時とかね、ブヨっとしてますよね。そんなんじゃないんですよ。これね、言葉で言うのが、表現するのが難しいんで、皆さんにはなかなか伝わらんと思うんですけど、ぜひ、カツオが取れる季節、春と秋ですかね、にはぜひ行っていただけたらなと思います。愛南町をね、ぜひ皆さんに観光していただきたいなと思ってますよ。なんちゃない、何もないって言うんですよ。なんちゃない、川で魚釣る、みかん食べる、カツオ食べる、海に釣りに行く、山道歩く、美味しい魚食うなんかね、すごいでしょ。なんちゃないんですよ。このなんちゃないところがたまらんと僕は思ってまして、なんですかね、昭和の真ん中ぐらいを体験できるところってあんまり残ってないし、建物は昔の建物を残してるところってあるんですけど、やっぱり観光地化されてて文化は今風じゃないですか。この町はですね、空気の流れが悪いというか、その文化の流れが悪い、その踏ん詰まっててですね、道路の突き当たりにあるんですね。両方の高知からの道路と愛媛からの突き当たりにあってですね、こういうところですね、言葉も訛りもほんまにひどいんですね。で多分ですね、皆さん聞き取れないと思うんですけど、実はですね、その町の人たちはですね、随分気を使って標準語にしてるつもりでいます。ところが全く聞き取れないですね。本人たちはそれで訛りがないと思ってるからなんですね。この間帰った時も、何やわしらや、人ちゃな町の住まいかって言われてですね、はそうですか、なまっちょらすまいが、なまってないでしょっていう意味で言ったんですけど、なまっちょらすまいが、めちゃくちゃなまっちょります、というですね、とんでもない街なんですが、大丈夫です。皆さんの喋った言葉は聞き取れます。彼らが返した言葉が聞き取れないだけなんですまあまあきついです、まあまあきついですけど、これ売ってくださいって言ったらちゃんと売ってくれるし、数字はそのままなので1200円っていうのはそのまま使ってくれるので、聞き取れないですし、分からん時はですね、万札出しててくださいなんとかなります。そんな田舎町もですね、これからちょっと観光に力入れてこえないかと
ということになってるみたいなんで、僕がですね、田舎帰った時に必ず立ち寄るところっていうのをですね、いくつか紹介してみたいかなと思ってます。絶対に立ち寄るのはですね、一本松温泉っていう家から一番近い温泉、まあ、冷泉を温めてるんですけど、まあ、ここの温泉がですね、僕には合ってるっていうか、めちゃめちゃこう癒されるのでそこは行きます。まあ、ちなみに至る所に温泉あります。至る所にあります。どこでも好きなとこ行ってもらったいんですけど、まあ、温泉ぐらいで検索されたらブワッと出ますけど、まあ、僕はそこの一本松温泉っていう曙温泉かなっていうところが気に入ってそこを使ってます。食で言うとですね、外泊っていうところに大下っていう民宿があります。これかなり人気なので、その民宿に泊まるのは難しいかもしれませんがですね、飯を食いに行くことができます。昼飯と夜飯を、事前に予約していれば食べさせてもらいます。多分この町で一番新鮮な魚を出してます。めちゃくちゃうまいで、近所の人にも聞いたんですけど、むちゃくちゃ高いって言われたんですけど、東京帰りの僕からすると全然高くないっていうですね、全然、まあ、驚くような値段じゃない、もうあそうですかっていう感じなんですけど、まあその愛南町の人たちからすると、とんでもなく高い。内泊り、中泊り、外泊りっていう住所なんですけど、奥に行くほどその内、中、外となってるんですけど、この外泊りはですね、山を切り開い、自分たちですよ、切り開いて、その時に出てきた石をですね積み上げて道路、石畳を作り、で風が強いんで家に風が当たらないように石を積み上げてこう、なんすかね、石垣を作ってるんですよ。石垣の里って言われててね、結構有名なとこでもあるんですよ。そちらに行ってください。これね、見応えあります。でまあおしゃれなカフェもあったりするので、なかなかに散策するのもいいし、インスタ映えとかもすると思います。これちょっと見れないと思うんですよ。でそんな大きな石なんで、割とちっちゃな石が山から出てきたのを全部上手に積み上げて、その石垣があって屋根まで届くんですよ。要するに石垣がで、屋根があることに、屋根まで届くことによって、海からの風が家に当たらない。でこう覗き窓があるんですよ。石垣なのに穴が開いてる、四角く。それはお父ちゃんの船が遠くから帰ってくるのを穴から確認するためにあったと言われてます。いやーびっくりします。今の人たちは絶対できないんですよ。とてもじゃないけど作れない。そんな根性は今の日本人にはないです。それを、なんすかね、クワと手とその、天秤みたいなので、全部作ったわけですよ。運んで。いや、ほんとね、昔のことを後へって作ったんだとか想像するとですね、涙が出てきそうな、すごい素敵な街です。鹿島海水浴場っていうね、これ日本の水浴場の88選かなんかに選ばれてるらしいですけど、まあ透明度が高い。で、ちょっとこう、ボートで移動しなきゃいけない。無人島なので、鹿島、鹿の島って書いてますけど、鹿と猿しかいません。で、そこで、猿によく弁当を取られたりはしますけど、とにかく海がきれい。で、そのグラスボートっていうんですかね、床にこう、ガラスがあって、その下、サンゴ礁とか。見ながら移動するんですが、熱帯魚と珊瑚礁、綺麗です。皆さんよかったら見てやってください。もうたまらんのですよね。なんか用事ないのに行ってしまうでみたいなところはあります。まあまあいい年こいてやっぱり海に浸かるのは気持ちがいいですもんね。シュノーケリングするとですね、気持ちが変わると思う。次はですね、須の川海岸、須の川公園っていうところがあって、須の川っていう、まあ、地名なんですけど、国道56号線で四国をくるっと回ってるところでこっちにあるんですけど、キャンプ場もあるし、遊歩道もあるし、海もある、泳げる海があるんですよ。で石がね、砂浜じゃなくて石がゴロゴロしてるので、そこもちょっとこう、なんかね、わーってこう海に走って入るような感じじゃないんですけど、この石をこう踏み踏みゆっくり進んでいくと海に入れて、海はですね、めちゃくちゃ綺麗です。ここうちの田舎が海きれいなのは人がいないからなんですけど、皆さんがたくさん来られると海が汚くなると思うんですけど、まあ人がいないことによってですね、まあ、とにかくいつ行っても海きれい。で夏場は、花火大会もやってたりとかしますし、近所に美味しい飯屋もあったりしますんですね、困りません。まあキャンプ場も併設してるって言ったんで、まあ当然駐車場もでかいですということでですね、国道に隣接してるのもあってですね、なかなかいい感じのところだと思います。
最後になりますけど、自然界展示館ってあってですね、自然界って何やみたいなんですけど、試練っていう戦闘機を昔ありましてですね、第二次世界大戦海軍が、ゼロ戦の後継機としてですね、まあちょっと米軍に押され気味になった時に押し返すということでですね、作ったこう秘密兵器のような、あんまり基数は作られてないんですけど、自然界というですね、戦闘機がその未昭和っていうその中にですね沈んでたんですね。でそれを引き上げて復元した、日本で一機なんちゃうかな、他にないんちゃうかなと思ってるんですけど、自然界っていう飛行機がそのような形で残ってるところは他にないんじゃないかなと僕らは思ってるんですが、でそこのその資料とかいろいろこう展示されてですね、またうるっときます。まあ、年寄りだからね、うるっと来やすいのは来やすいんですけど、まあ、そういうところですね。で、それもこう山の上にちょっとあってですね、車で行けるんで困ったりはするんですけど、入場料はもしかしたら取られたかもしれませんが、とにかくその、思ってたより、その、戦闘機っていうのは大きいことにもびっくりすると思います。セスナぐらいに見えてると思うんですけど、全然大きいんです。なので、それを見ていただいてですね、あ、こういうのが飛んでた時代もあるんだな、この辺の、あの海も戦争に、こうなんですかね、加担してたというか参加してたというか、そういうところなんだなと、軍港だったって言いますからね、その深浦港というところなので、爆弾もちょっと落とされたりとか不発弾があったりとかみたいなこともしてた町ではあるんですけど、まあ、あのそういう田舎の方にある町です。僕が田舎帰ってる時は大体こんなとこ立ち寄ったりしてますよっていうことで、あとはまあ山出し温泉行きましたとか、みたいなとこ行ったりしますけど、基本ですね、川か山か海にいます。あとは実家でゴロゴロさんを呼んでるか。でぜひですね、皆さんにもですね、この実家じゃないのに実家か、自分の田舎に戻ってきたか、令和なのに昭和の中頃かみたいなのをですね、味わっていただけるんじゃないかなと思ってます。なんちゃない愛南町、相当遠いですけど、行った分、十分にエンジョイできるんじゃないかなと思ってますってことですね、今回愛南町のご紹介、後編はここで終わろうと思います。最後まで見ていただきましたありがとうございました。知ってる方はですね、コメントいただけると嬉しいです。方言に関してもですね、訳していただけたり、こんな言葉もありましたねというふうに書いていただけても僕も勉強になります。思い出してみましょう。ではまた会いましょう。バイバイ。